やってる。助けなきゃ。わあ、ナイス。うちは呪われてない。ああ、社長が燃えながら飛んでった。なんかちょっと見間違いかもしれないんだけど、なんか終わった後も戦ってたような、気のせいかな。気のせいかもしれない。仲間割れしてる。なんで仲間割れしてたんだろうね。おやつのプリン食べちゃったとかかな。全然あるな。お、ミオさんが危ないと思って静かに倒してたら敵は味方に。社長？何が行われていたんだ一体。侵略者来てます。あ、ルイちゃん出番だぞ。あ、ちょっと待って、でも牛乳がある。すごいな、何でも持ってんじゃん。行きます。侵略者どこ？牧場の前です。ちょっとあの社長は来なくていいです。え、なんで？行くぞ。なんか私に加勢されるんで。やだー、いや、たらー。おい、私のことぶん殴るんじゃねえ。頭に痛いな。やめろ、何がまったりじゃ。お前、俺許さない。お前ちゃん。俺、お前許さない。もしかして侵略側なんですか？もしかして、もしかしてバレちゃった。あ、侵略する側だったのか。なるほど。危ない、なんかすごい危ない人いる。なんかミオちゃんもルイちゃんも頭に矢刺さってるよ。あーちー。燃えてる、燃えてる、燃えてる。ルイちゃんの矢火つくんだ。攻撃力はね、アップさせとかないと。いや、すごいね、素晴らしいよ。人は守れない。こういう人がいるからね、やっぱ強くしといた方がいいわな。確かに、ね、それそうだよ。ミオちゃんの配信裏で僕とルイちゃんはね、宝の地図を探し出し、海洋の心を取りに行ってたんだよ。すごい、大冒険だ。そう、でも最初海洋の心取りに行くの初めてだから配信でやろうよとか言ってたんだけど、はいはいはい、でもミオちゃんがさ配信してて、はい、うちも海洋の心欲しかったのってなったらかわいそうだよねって。かわいそうだからさ、こっそり取りに行くがっつって、あ、こっそり取りにした。社長からはそういう感じに見えてるのか。なるほど。え、ちょっと女人みたいな感じなんですね。うちも行けたから、うちも海洋の心欲しかったのってなったら、本気いたんですか。そう、うちもさ、相当欲しかったのみたいな存在なのかもしれない。社長から見たらうちは。うん、確かにね。確かにね。うん、だからね、こっそり。確かにね、だった。うん。でもなんか最近その、うん、社長が生活リズムが正しくなったので、うん、全然時間が合わないからか、うん、なんか寂しそうに最近一緒に作業してないねってチャットが来る。おい、バラすなよ。バラされてますよ。バラすなよ。社長としての威厳がさ、さっきまでちょっとお腹ていていみたいなことしてたのに急に仲良しててですか。いや、ちょっとさ、バラすなよ。あ、すいません、すいません、言っとかない、ここはこれは言っとかないとなと思いまして。